こんにちは、デモクラシータイムス著者に聞くの時間です。今回はその第25回目になると思いますね。今回のお客様は、佐鷹真さんです。よろしくどうぞお願いします。佐鷹さんは我々のデモクラシータイムスいろんなパターンでね出ていただいてるんで、はい、三次地砲弾なんかも今や大人気番組になってますが、その他にですねたくさん本を書いてらっしゃるんでぜひその中で、ちょっとね僕の好きな本ということで、今回はこの本を紹介したいと思います。鶴明ですね、はい。反戦占領人鶴明の獄子。鶴明っていう人はどういう人かというと反戦の占領を書いて官権というか権力に目をつけられて、まあ、特攻ですね、はい、特攻にパクられて豊玉刑務所でしたっけ、はい、豊玉刑務所でたった29歳、はい、で獄死してしまったというような、まあ、抵抗の詩人、はい、反流の、川流の詩人なんですけど、佐鷹さんこれを書こうと思ったきっかけってのはどういうことなんですか。ちょっとですねまっすぐその書けばよかったんですけども、うん、最初はホトトギス、うん、今や俳句の一大山脈になっているホトトギスの高浜虚子の、うんまあ、戦争責任というね、うん、それに、含めて高浜虚子を書こうと思ったんですけども、うんうん、高浜虚子だけじゃないわけでね戦争責任ってもうやたらたくさんいて、うん、まああの頃のねそういうその文学者っていうか、はい、全部含めて詩人も俳人も含めてね、まあ音楽も含めてね、うん、でそれよりは29歳で死んでしまって、うん、まあやば国家に殺された、うん、その人の鶴明っていう人そう知られてないだろうから、うんその人をやっぱりあの世に出した方がいいんじゃないかと、うん、鈴木さんもご承知のようにこのやっぱりすごい川柳ですよね、うん、びっくりするような本当に、まあ、言葉の狙撃手と思いますけど、うん、スナイパーですねこの川柳の力をやっぱり紹介したと今まさにその戦慌ただしい中でねそういうふうに思ってでうん、書きましたらまあ、いわば地味な人ですよねそう、まあ、あんまりね、人に知られてはいない、はい、したらなんかやっぱりこう鶴明の川柳の力もあって発売すぐ増刷というね、うん、ことになりましていろんなところでおかげさまで取り上げていただいて、はい今回も ありがとうございますということなんですけど、まあ、そういうことでこの、なんていうんだろう本当は北勝次という本名ですね、はいはいはい、でこの方が、まあ、生まれて本当にたった29歳で、まあ、1938年に獄死するわけですよね、はいはいでこの獄死に至るまでにもう、若い頃から相当なその、まあ、最初は俳句川柳ですね、はい、を作り始めて、まあ、本当に15、6歳でかなり素晴らしいその、はい句をたくさん残してますよね、はいですから、まあ殺され方は川柳界の小林武次、うん、でその若くして亡くなって、若くして才能を開花させたという意味では川柳界流界の石川啄木というふうに言われてですね、うん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 、先にね、うん、訂正っていうかあれ紹介しておきたいと、うん、これはまあここにやっぱりこれがもうすごい川柳だって万歳と上げていった手を大陸へ置いてきた、うん、これがまあ帯に取られてるんですけども、はい、これがね大陸2なんだそうです。そうっすか万歳と上げていった手を大陸に置いてきた。なるほどね、はい、それで、うん、鶴明ファン熱狂的ファンっていうのが、まあ、いましてね、うん、なるほどそこの会に呼ばれて
違うじゃないか。それを一生懸命研究してる人がいて、うん、これは2なんだと、うん、でそれでえっと私もねびっくりしたら、その、一向人っていうね、最初の、はいはい、鶴明の全集作った人、それからそれを引き継いだ沢地さん、はい、それ全部 A になってんですよ。なるほど。それでその人は初出、最初の雑誌を探して、はいはい、最初の雑誌が2だと。で私もちょっとほっとしたのもおかしいけども、その全集2つが絵でね、絵になってる。でもやっぱり言われてみれば2の方が強いんですね、大陸に置いてきたと。なるほど ね、うんうん、だから訂正がてら記憶してほしいと。なるほど。万歳と挙げていった手を大陸に置いてきたと。なるほどね。二の方がそう言われれば確かに迫力はありますね。若い頃からたくさんそういう川柳を作って、これはやはりその官権というか特効に目をつけられるのは当然だったってことでしょうね。なんていうか、この仲間の川柳の、うん、仲間の三味線草っていうのが作るわけですね、うん、そうね、必ずそういうのが出てくるんですよね。それで官権っていうか権力、特攻、特別高等警察、特攻もそれぞれ忙しいんでしょうから、うんうんうん、まさか川柳までは目がいってなかった。そしたらその同じ川柳仲間の雑誌のがこれをほったらかしていいのかって言って作ったっていうんですね、うんうんうん、この辺がものすごく嫌なとこですよね。一つの塊みたいな村だよね。村っていうのがあると、はいはいはい、その村の中でやっぱり権力を、自分のね、その村の中での権力を持ちたいっていう人が必ず出てきますよね、でも権力側も、うん、やっぱりこれはびっくりしたでしょうね。言われてみると、うん、これは手と足をもいだ丸太にして返しとかね、うんうん、これはまずいだろうと。あるいは終身にない高校でインバイフっていう、それね、ちょっとね、僕が、はい、気になる句をちょっと上げてみたんですけど、終身にない高校でインバイフ、はい、うんうん、それ残語で、はい、読む、妹を売る手紙、要するにはっきりとした反戦っていうか戦争反対ではないんだけれども、その裏に隠されたこう貧乏とか、はい、それでこう搾取されていった、はいはい、農村とかね、そういうものに対する目っていうのがやっぱり非常にこう うまくっていう言い方変だけど、的確にね、うん、はい、出てますよね、でこういう子はやっぱり他にちょっとない、ね、ないですね。で村役場でね、うん、娘身売りの相談に乗りますという、ね、はい、あれが看板がね出てたという、うん、とあれ岩手とか山形とかね、あの辺で、秋田のぞいたい。秋田はね割と米が結構あの頃取れたので、あ、ないギリギリなかったみたいですね。あ、一番やっぱり辛かったのはやっぱり岩手かな。あ、なるほど、うん、それでその終始にない高校でインバイフって、うん、痛烈な、まあ、皮肉っていうかね、うん、風刺なんですけど、これ統一教会につながりますよね。あ、わかりますね、それは。今の、はいはいはい、家族主義で親の言うことを親高校って言ってたから、うん、終始にない高校でインバイフっていうのは統一教会の信者に教えたいあれですね要するにね、神様のためだったら全て、家庭を崩壊してまでもっていう、そういう感じですわな。そう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 、それともう一個ね、僕すごく面白いなと思ったのはこういう句ですね。そうそうそう、屍のいないニュース映画で勇ましい、これ今に通じますね。そうまさにメディア批判ですよね、これね。ウクライナのね、うん、一人一人の人間が死んでるという、うん、その一人一人のあれは出てこないわけですからね。だからその、まあ、多少こう壊れたがれきとかそれは出てきますけど、やっぱり中で一番苦しんでるのは人間なんだから、その人間を映さないメディアって一体なんだっていう、はいはい、これなんていうのかな、この頃からそういうメディアに対する心みたいなのをきっちりと表してるっていうのは、この鶴明だって
すごい男だなと思いましたけどね。それとあの軍隊にね、うん、取られると、だいたい普通そこで終わり、抵抗も止まりますよね、はいはい、それ軍隊に行って連隊長に質問するという。そうなんですね、それもびっくりですよね。あれは私も書いてて一番びっくりしましたね、うん、何聞いたんでしょうね。あのいや何聞いたんじゃなくて、質問がありますって言って、そこでもう慌てて連れて帰ったわけです。質問するってことは許されないわけですからね。それでもあれだ、あの独房に入れられちゃうわけだ。そう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 、うーん、だからあのまた変に統一教会にこだわると、つまりなぜだっては聞いちゃいけないわけですね。だからその鶴明っていうのはもう存在が反統一教会みたいなもんですよね。反軍であり、反軍であり、はい、うん、だからあるいは反国家ですよね、当時の。もうそうですね、だから彼は確か4年ぐらい軍隊にいて、もうずっとあれでしょ、牢獄というか、はい、重栄層みたいなところに、それで軍隊に行って無産青年という、まあ、共産党系の、うん、ビラを配る、ビラ雑誌かな、雑誌か、それを、うん、そんなことやったらもう一発でやられてそういうことを考える、だからもうなんていうかこうまさに筋金入りですよね、うん、そういう人が本当にいたのかなっていうね、うん、で、あの、いたんだなみたいな。そうそうそう、毎日新聞の吉井力さんって若い記者が、はいはい、まあ、書いてくれたんですけども、その時に恥ずかしながら知らなかったっていう、うん、この人のことを、で改めてそういうことを、まあ、その人も率直な、ね、新聞記者がそういうことを言うっていうのは珍しいケース、うん、で友達からもあの聞いたことはあるけど具体的に知らなかったとか、うんうん、そういうことを言われて、うん、改めてやっぱり書いてよかったなっていう感じはしましたね、うんうん、なるほどね、はい、まあ、そういう意味であの新たにねこう光が当たったっていうことなんだと思うけど、結構あの書評なんかでも取り上げられてるみたいですね。そうですね、うん、金沢の近くの河北市で、まあ、生まれてる、で河北市で今度、うん、まあ、喋るんですけども、はい、河北市の墓っていうのは生まれ故郷の墓っていうのは後でできてるわけですね、うん、つまり当時作れなかった、作れなかった。で兄貴が兄さんが自分が当時住んでた盛岡に持って行って盛岡に墓を作るわけ、うん、だから盛岡が先なんですよ。で私はあの盛岡の墓には墓参り何年か前したんですけども、うん、あの河北市の墓は行ったことないんで、うん、今度、はい、あの7月16日だ、うん、違うと9月か、はい、あの頭に行く時に墓参りしてこようと思うんですけども、うん、ね、はいはい、そのなんていうの、国家反逆罪みたいな、はい、まあ、そういう罪ではないんだけど、そういう形でまあ、刑務所で死んだわけだから国に対するっていうか、まあ、警察なんかに対する恐れがあって、墓を作ることができなかったってことですか。そうですね、当時ね、はい、まさにそのとんでもない人を、うん、まともに成仏させてはいかんということでしょなるほどねでも不思議にやっぱり教理ってのはそういうものなのかなと思う、うん、今はね意外にあのこうなんていうかこう押し出そうとしてる雰囲気もあるんですよ、教理が、教理で、うん、ああ教理の偉人ですか、偉人っていうか 今更確かね西田喜多郎と同郷なんですよ、まさに、はい、西田哲鶴みたいな感じなんで、はいはい、それ西田哲学の、うん、あれと鶴明が出てくるっていう、はい、全く違いますけどこの中であのいろいろ出てきますけど、沢地久枝さんが一生懸命この鶴明をなんとか世に出そうとして奮闘したということがこの中にも随分出てきますけど、沢地さんはなんでこの鶴明にそういうふうに惹かれたんですかね。やっ
ぱりあのここまで徹底して反戦を唱えて、うん、そういう人はいなかった残念ながら、うん、で沢内さんは自分が逆に勝って軍国少女だったと、うん、でそういう中で、そうでない人を、まあ、一生懸命探したんだと思うんですよね、はいはい、それで沢内さんが鶴明の全集を最初に作った一行人の名誉小太郎さん、うん、名誉小太郎さんの、受け継ぎながら世に出すわけですね、はいはい、だからまあ、知る人ぞ知る存在というのを、うん、きちっと送り出した、うん、だから私は最初に一行人と沢内さんとそれから坂本幸四郎さんね、はい、その3人を、まあ、鶴明を押し出した人だというふうに書いたんですけども、うん、そうですね、はい、まあそういうその古いね、はい、鶴明との交友関係にあった人たちたくさんいますよね。井上喧嘩坊ですね、あの師匠ね、はい、喧嘩坊ですね、親代わり、はい、井上喧嘩坊、井上喧嘩坊ですね、はい、とか、まあ、そのさっきのあれだ松本幸四郎もそうですけど、まあ、例えば添田善坊なんかの影響もかなり受けてるわけですね。そうそう、うん、それと私があれ知ったのはその一番最後の後書きに、うん、川柳や風情がというふうに、うん、その特攻から言われるわけですね、うんうんうん、まともでないその川柳なんていうやつらがこんなことを言うのかと、うん、川柳や風情がってこれがねすごく私は面白いなっていうか、つまりこう蔑まれるものの中にこそ、うん、本当の意味の抵抗、揺るがない抵抗の魂が残ってると、はいはい、で俳句とかはね、あるいは短歌なんていうのはもう全部吸い取られていくわけでしょう、うんうん、でその軽蔑されるものの中にそれがある、まあ一段下に見られてたわけだからね、それが逆に大事なんじゃないかというふうに思いましたね、うん、まあ確かにその特攻なんかはね、学園つまり学者とか学生とか、はい、それからまあそういう、俳句の結社、京大の俳句事件とかもありましたよね、はいはい、だそういう形でもうそういうインテリ層のね運動とかそういうその、集まりとかにはかなり 目を配ってたんでしょうけど、はい、俳句じゃないや川柳っていうのは彼らの目からもこう見えなかったわけですよね。そうそうそう、だから、うん、でその見えなかったものの方が、うん、実は広がりを持つというね、うんうん、だからちょっと恐れたわけだ。そうそうそう、そこがまあ俳句でもね、うん、戦争が廊下の奥に立っていたとかいう渡辺白泉とかね、うん、はいはい、あるいは三橋敏夫っていう人が戦後読んだのは過ちは繰り返します秋の暮れって言ってるわけですねほとんど川柳とこにほとんど一緒ですね。そうだからその変におつにすましてこう芸術とか、うん、おつにしますすましてっていうかその芸術とかいうふうなものを、うん、とは違うやっぱり、生命力って言いますかね、うん、それだけ血についたっていうかそういうものを川柳は持っている。ただ、うんうん、川柳の方にも中にも迎合するさっきおっしゃったようにね、はいはいはい、で川上三太郎なんていう人は、うんうんうん、やっぱり迎合した方で戦後もしかしそれなりの力持っちゃってるっていうね、うん、だから川柳全体が抵抗したわけではないというのもありますね、うん、ただやっぱり川柳ってのは基本的にはその世の中を笑いのめすというか、ええはい、まあ、皮肉を言うとか、はいはい、そういうところから育ってきたわけだから基本的なところでやっぱり反権力っていうかね、そうそうそう、そういう匂いは持ってたんでしょうね。そうそうそう、そうですね。だからその、うん、川上三太郎とかと鶴明とか、うん、そういう私はあんまり川上三太郎っていう人のことをちょっとあまり読んでないんで、うん、そこをちょっと読みながら、うん、今度は違いをね、うん、そ
その下腹紙で喋ろうと思ってんですけども、うんうん、なるほど。 それで例えばこの沢地さんもそうですけど、あとは田辺聖子さんがかなりね、はいはいはい、この人のことを書いてますよね、はいはい、その笑いというね、うんうんうん、あの松本ひろさんとね、はい、あれした時に松本ひろさんがこの間このライブでこれを取り上げてくれましてね、すごく、まあ、嬉しかったんですけども、あの昭和天皇の議決騒ぎっていうのがありましたでしょう、うん、はい、あの時に一番最初に笑いがストップされたんですよね。ひろさん仕事なくなっちゃうっていう。なるほど。だから笑いが殺される日というのが、うんうん、まさにあのファシズムっていうか、うん、戦争への加速度がついていく。だから笑いっていうのは絶対なくしちゃいかんというね、うん、そういう意味で川柳の中の笑いの要素、あるいは喜劇とかそういう中の笑いの要素っていうのは、うん、大事だなと。そうですね、やっぱりそういうなんかことがあると一番最初に弾圧されるのは下部音曲なんですよね。そう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 。で、僕がその当時週刊誌の編集長をやってたんですが、あの日のことはよく覚えてて、お亡くなりになった日ね、もうその日 のルポをやれっていうことで何人か街へ飛ばしたんですよ。土曜日でしたけど、街に人がいないっつんでねでそうなっちゃうと僕はやばいなっていう感じ でだからこの鶴明の場合でも師匠でね、うん、大変に鶴をかばった井上健歌坊が、はい、健歌坊まあ民権運動の人なんでしょうけども、神ご一人は特別だというふうになっちゃう、うんうん、そこは喧嘩のね鶴が、うん、抵抗するわけですね、はいはい、ただそれでもその抵抗する鶴をかばい続けて、うん、特にその奥さんの井上信子さんがね、はいはい、かくまったっていうのは大変なことだと思いますけど、鶴が死んだ時に書きつけたのは確か喧嘩坊の奥さんでしたよね、信子さんですね、うん、だから信子さんも捕まるはずのところ、うん、まあ高齢だということで免れるわけですけども、うんうん、それと鶴の死については、うん、まあ、これはあんまり確証がないんですけども、うん、まあ、この中にも書いてありますけどね、セキュリティを注射されたという話があるんですよね、うん、つまり刑務所なんかの中でセキュリティっていうものが蔓延するっていうか伝染するっていうのは少し考えにくいと、うん、つまりセキュリティっていうのはある種その、うん、なんていうの、そういうセキュリティ菌があるところで発生しな、はいはい、しなきゃおかしいわけで、刑務所の中にセキュリティ菌を持った人がいるっていうことがかなりおかしいんではないかって、ね、はい、そういう話です、はい、つまり鶴だけがセキュリティになるっていうね、うん、で死んじゃうわけですね、はい、でそのご承知の731部隊、うん、満州旧満州のね、はいはいはい、給水部隊とやった、うん、その時に丸太っていう実験用の捕虜を丸太にしたわけでしょう、うんうんうん、実験用の人間、そういうふうに言うと手と足を思いだ丸太にして返しっていう、その丸太っていう意味がね、うん、すごく皮肉な意味に取られてくるっていうね、はいはい、うん、そういうそのある種の医療実験ね、はい、非常に悪い意味の医療実験がやっぱりあったんではないかという、そのまあこれは証拠も何もないんですけど、はい、そういうその疑惑もあるというふうなことですよね、はい、うん、それとやっぱり鶴明のその川柳というのは、まあ具体的に体の一つ一つっていうか部分っていうかね、うん、手と足を思いだ丸太にして返し万歳と上げていった手を大陸へ置いてきたっていう観念じゃないんですよね、うんうんうん、反戦っていうのが観念じゃなくて、屍のいないニュース映画で勇ましいっていうのでも具体でしょう、うんうん、肉体性とか身体性から離れてないという、うんうん、それがねやっぱりこう胸打つという一つの要素なんじゃないかなと、ね、ええ、うん、
ただその彼が、死ぬ間際にはほとんど意識が朦朧としてということは、要するにこれ、まあはっきりとは書いてありませんけど、相当の拷問を受けて、はいはい、もうほとんどその意識を失うほどの辛い拷問を受けていたのではないかと。それとそのセキュリティですね、はいはい、普通の抵抗 の、うん、あの枠を超えてるわけでしょう、うん、連隊長質問がありますそれはさそのこと考えない、うん、でもこの人はやっぱりある意味思いのままにこう、うん、生きたっていうか、うん、だから質問しなきゃということで質問してるわけじゃなくて、うん、やっぱり聞きたいんだと、うん、青年がね第半ばの青年が、うん、これおかしいんじゃないかって聞く、しかし聞いちゃいけない時代に聞くわけでしょ手を挙げちゃいけないわけね、そうそうそう、手を挙げちゃいけないなかなかその辺がねものすごく僕面白かったんだけど、ただやっぱりそのいろんなその背景があるわけで、はい、例えばそれこそ末田阿善坊なんかが、はい、社会党武士でしたっけ、のんき節とかね、はい、社会党ラッパ節か、はいはい、トコトットってやつね、とか、あのんきだねって、そういうそのものすごい社会風刺のこう、これ演歌ですよね、そうですね、はい、これもやっぱり川柳なんかの元っていうか、そう、神話性があるわけですよ、どういうふうにしたらこう伝わっていくかっていうね、うんうん、ある種純文学と大衆文学みたいな感じで、うん、純文学ってのはやっぱり案外自分が書きたいものを書くってところがやっぱり伝わっていかなきゃしょうがないわけで、うんうんうん、そのまさにその人々の中へっていうのがね、うん、人々の中へっていうよりも鶴明自身がやっぱりいわゆる学校をっていうかね、うん、大学教育とか受けられなかったわけですから、まさに底辺でもがいて、うん、人々の中へっていうのも人々だったんですよね、うん、はい、ブナロードってやつですか、ブナロードっていうね、はい、うん、まあそういうことで、ただこの本でもう一つ面白いのは、はい、石川啄木が出てきますね、で石川啄木との類似性とか関連性みたいのが書かれていますが、僕ねびっくりしたのはこの写真ですね、はいはい、これ似てませんか啄木に、あ、僕ね啄木が出てきてほっとこう帯をもう一回見直して、あれ似てんなと思ったんだけど、やっぱり似てませんかね、僕似てると思うんだけど、どう、そうですね、うん、でやっぱりその彼なんかも、かなり啄木の影響っていうか、はい、受けてるんですね、そうですね、ほとんどこう生まれ方がちょっとほんの 2,3 年ですよね、確か1912年に死んでるから啄木がね、はい、うん、だから鶴明は1909年ですね、生まれてんですね、だから3歳ぐらいの時にはもう死んでますから、はいはい、あんまりあれでしょうけど、ただその後の影響っていうのはかなり受けてるのかな、やっぱり啄木の歌とか、うん、は一生懸命そういう鶴明の目指す方向と重なりますから、うんうん、一生懸命読んだと思いますよね、うんうん、だ例えば啄木の、我は知るかな、アナーキストの悲しき心みたいな、はい、ああいうところを見るとこう似てるような気もするんですね、そうですね、啄木のあれでここにも書きましたけども、うん、面白いっていうか、後期啄木と前期啄木っていうね、啄木、うんうん、が最初のロマン的なものから、うん、叙情歌ですよね、それね、それからある種の社会主義、うん、プロレタリア歌人になっていく、うん、その転換というのがですね、
残念ながら29歳で亡くなったから鶴明は、うんうん、ただ卓木も結構そのぐらい20代26かな、はい、なんか亡くなって、ね、死んでますよね。だからその辺の転換というものが早い段階で、鶴明の場合はね、うん、兄貴分の田中五郎八なんかを批判するとかね、はいはいはい、いうふうなことをまあやっていくわけですけども、うん、本当に言うと鶴明がね、もし生き延びて戦後にね、ええ、足をかけて生き延びたらどんな歌を作ったのかね。そうそうそう、これ本当に、である種僕は卓木みたいな叙情を持った川柳を作ったんじゃないかと思うんですよ。 かなり彼はそういうなんていうかな、こう心の優しさみたいなのが好みえますから、そういう歌も結構作れたんじゃないかなって気がしますね、もちろんね、うん、でそれがあるからこの抵抗のあれが生きてるわけでね、うんうん、暴風と海との恋を見ましたかなってすざまじい ね、激しい愛を歌ってるわけですから、それとなんかでも、水と油が恋をしたって、あれは誰だっけ、そういうのもありましたね。そうでしたかね、うんうん、それで1909年までは太宰治、松本清張、大岡昇平なんですよ。だから戦後生きたらっていうのは全然不思議じゃない年齢なんですね。ですよね。太宰はまあ早く亡くなったけど、松本清張がそうですし、うん、大岡昇平がそうですし、うんうん、だから清張とかね、うん、大岡昇平とか、うん、いうふうな人たちの業績とね、うん、並ぶようなことを成し遂げたかもしれない、ね、そういう意味ではとてももったいない、もったいない人ですね。そういう気がしますね、うん、ということでこの、ぜひ、はい、読んでいただきたい本なんですけど、今日は佐高さんにせっかくおいでいただいたので、うん、佐高さんが最近お出しになった本をちょっと持ってきていただきました、はい、佐高誠評伝選その5です、はい、これ最近出た。そうですね、うん、でこれは、順報社、順報社ですね、まあ、もちろん私の本のあれなんですけど、順報社っていうところをね、うん、やっぱりこう頑張って出してるところをぜひ応援したい、応援してする意味でも、うん、お買い求めいただきたいと、ね、これ全7巻で終わるんですけども、うん、7巻ね、ええ、これは第5巻ですね、ええええ、でこれ歴史の勝者と敗者ということで、はい、ええ、まあここでのやっぱり一番の面白さは司馬太郎と藤沢周平を、はいはい、取り上げてるんですね、で最近毎日新聞でしたかね、はい、で藤沢周平を取り上げ、あ、司馬太郎を取り上げる時に、はいはい、まあ藤沢周平とのこう比較で、はい、相当辛辣に司馬太郎を書いてましたけど鈴木さんそう言ってあれですけど、要するに司馬太郎生誕100年なんですね、うん、それで、うん、毎日新聞では、うん、上で NHK の人が、まあ、ある種こう司馬太郎の功績みたいな方より、はいはい、で下で私が、うん、まあ、批判っていうかね、うん、でやっぱり売れるのは神様みたいな話で、うん、司馬批判ってほとんど書く人いない、しにくいんでしょうねきっと。そうそうそう、それから出しにくいですよね、うん、出版社がね。で最初にね思い出したのは、司馬太郎と藤沢周平って本書いたわけですけども、うん、これ出たのはね公文社なんですよ。光る文社、はい、まあ大手って言えば大手、うん、でなぜ公文社かっていう話が面白くて、まあ担当者が頑張ってくれたっていうのもあるんですけども、公文社は昔司馬太の作品を若い頃のね、うん、袖にした時期があったらしくてあ、そうですか。それで司馬太郎はすごく公文社からは出さないみたいな、なるほど、話で、うん、公文社から出たと。それともう一つはね、うんうん、私がその本の原型みたいな司馬太郎論を、うん、そこで宝石っていう雑誌出てました、公文社ね、そこに書いた時に、うん、小松左京がわざわざ自宅に電話をしたの、佐高さんとこ、うん、はい、
それで、うん、私は小松左京という人と面識なかった、うん、それなのに、うん、なんかの電話を誰かに聞いたんですかね、うん、自宅までわざわざ電話来て、うん、よく書いたねって、うん、つまり小松左京さんも司馬太郎に関しては若干の、そうですね、含むところがあった、うん、それ若干、私面識ない若造にわざわざ電話をするのは若干じゃないですよね多大のあれ、うん、それで私なんかはその時小松左京に対して小玉琴がね、うん、あれは左京でなくて右京だとか言ってたから、うんうん、そう特に近い感じはなくてちょっとびっくりしたんですよね、うん、あ、そんなに批判する人いないのかみたいな、うん、まあ、小松左京は高橋克実なんかと一緒にやってた人だから多少そういうねあれはあったんでしょうね、うん、書いた後でだから司馬という人を読むだよね、司馬に、うん、陶酔する人はもちろん陶酔していいんだけども、うん、もうちょっと客観的に見る必要もあるだろうというふうにね、うんうん、つまり私なんか司馬を挙げる政治家や経営者っていうのはね、うん、バン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 批判してるわけですねこの人たちが一生懸命読むっていうことはこの人たちに毒になってない作品だと、うん、この人たちに反省を迫ってない作品だなと思うわけですよね。だからその読者の方から見るっていうことをそういうとな、その司馬太郎と藤沢周平書いた時にねかなり長い手紙を何通かもらったんですよ、うん、それは一様に司馬不安、なるほど、司馬不安が、うん、お前はなんで批判するんだみたいなね、うんうん、最後まで丁寧に読んで批判してくる、なるほどねでこんなに面白くなきゃ途中でやめりゃいいじゃないかってそれはその辺が真面目な人なんだなと思うのは、うん、最後まで読んでね、分厚い手紙をなんあれ取っておけばよかったけどねそういう人がいるという、うん、それと私は司馬不安の人は気づいてないと思いますけども、司馬不安女性はほとんどいないですよ。なるほどね。藤沢周平不安は逆に女性の方が多いかもしれない。つまり司馬さんの小説の中では女性は付録なんですよね、うん、で藤沢周平の中ではやっぱりちゃんと一人の人間として捉えられる、ね、はいはい、その違いというのを司馬不安気づいてるのかどうかということと、うん、もう一つ辛辣なことを言うと吉村明さんは第1回司馬太郎賞を断ってるんですね。なるほど。これは有名な話なんだけど、うん、ただ吉村さんそういうふうには言わなかったから、うん、私は司馬さんの本をあまり読んでないんでっていうふうに言って断ったらしいけども、うんうん、それは藤沢周平と吉村明と城山三郎っていうのは同じ昭和3、2年生まれで、うんうん、3人非常に仲いいわけでね、仲いいっていうかベタベタする仲じゃなくて仲いい、はいはいはい、で城山さんも司馬さんに対しては厳しかった。そうみたいですね、はい、そうするとそういうことを知った上で司馬作品に寄ってますかという、うん、司馬不安に改めて聞きたいという。なるほどね、うん、まあ特にその天皇制というところでね、例えば司馬太郎っていうのはこう天皇制という厄介な問題には触れないというふうに言ってるんだけど、それに対してあれですよね、歴史を見たつもりそんな厄介な問題をこう、うん、なんていうの詐称しといて歴史が見えたつもりになってちゃ困るということが佐鷹さんの一番言いたいところですよね、はいはい、そうですね、うん、ある意味で一番厄介な問題ですよね、うん、日本の天皇制っていうのはね、天皇制っていうのは、はいはい、それでその問題を外して、うん、外すとよく見えるって司馬さんは言ってるわけですね、はい、それはしかし違うだろうってね、うん、一番厄介な問題をしたらということはなんかまだ本当に問題を解いてないということですよね、うん、それとこの間ね田中優子さんと乗り越えネットっていう、はいはいはい、差別の新さんがやってる新素号のやってるで対談した時になるほどなと思ったのはつまり
明治維新を肯定するかどうかだって、うん、で司馬さんはやっぱり肯定してると、うんうん、で明治維新を肯定できないでしょと佐高さんって言われてね、うんうん、ああそりゃそうだなと、うん、でそれを肯定したするかどうかっていうふうな話なんだと、うん、司馬批判っていうのはそういうふうにもやっぱ極限されてね、うん、ああそうなのかというふうにも思った。私より厳しいよねそれは、うん、なるほどね。まあそういう話をしていくとどうも僕は井上久志さんの最近、はい、熱風至るという小説を、これはでも随分昔の小説なんですね、はい、で週刊文春にずっと連載された、1974、5年に連載されてた小説なんですけど、これが司馬遼太郎の要するに、燃えよ剣、はい、つまり新選組ですよね、はい、新選組の、まあ、これかっこいいわけですよ、はい、司馬遼の新選組は、はい、でそれに対してこの井上久志さんのこの、熱風至るっていうのはもうなんていうのわざとわざとっていう言い方おかしいかな、とにかくひっくり返すわけですよ、うんうん、その新選組伝説みたいなのを徹底的にひっくり返す。ある意味ではこれは完全に僕の推測なんですけど、はいはい、司馬遼太郎のその新選組士官みたいなのに非常にこう違和感を覚えて異を唱えたのではないかっていう気がするんですよね。なるほどね、うん、それちょっと私改めて読んでないんで、はい、読んであれしてみたいと思いますけども、同じような話ではですね、うん、清川八郎という、はい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 、山形、うん、まあ、私と同郷の清川八郎の評価をめぐって、うん、司馬遼太郎が書いた、小説短編なんですけれども、うんうん、それを藤沢周平さんがひっくり返すんですよ。確か回転の門という、ああ、はいはい、ありました、はい、あれが清川八郎なんです、うん、だったと思うんですけど、で清川八郎っていうのはですね、まさに何て言うかな、豪士風情、侍ではないんですよね、うん、さっきりした豪士風情が売名的にいろんなことやったみたいにかなり蔑んで書いてるんですよ、うん、司馬遼太郎が。確かこう酒乱という感じで書いたんじゃなかったっけ、なんとか、なんとか八郎、うん、ね、うん、それに対して藤沢さんは名指しこそしてないけども、うん、そういうふうに書かれてるけども違うんだってなるほど、後書きでちゃんと書いてますよそれは。あ、だからこれは私は藤沢さんがアンチ司馬で書いた、うん、なるほどね、うん、というふうに思ってるんですけれども、うん、それは今鈴木さんが挙げられた井上さんも似たような話なのかなと、うん、ちょっとよく分かりませんけどね、これは僕の推察なんですけど、はいはい、ただその文春でずっと連載して2年にわたって連載して、それが単行本にもならなかった、うん、つまり普通ならばこの頃の井上さんって言ったらベストセラー作家ですからね、必ずその週刊文春だから文藝春秋から単行本になったはずだし、はい、しかもこの連載の最後に第2部は必ず書くっていうふうに井上さん書いてるんですよね。ということはやる気満々だったわけ。ところが2部は結局始まらなかった。なんかその辺がねちょっとこう、うん、なるほど、うん、それと、うん、今の話の中で思い出したのはやっぱり青春なんですよね、司馬遼太郎が書くのは。ああ、はいはい、青春物語ってのは勢いだけで書けるみたいな感じ、うん、でところが藤沢周平の三谷清左衛門残実録っていうのは、はいはい、あれは確か老人ですよね、隠居した晩年、定年後ですよね、うん、いわば定年後、それで城山三郎さんの毎日が日曜日っていうのも定年後の話、はい、ですね、はい、それで藤沢さんはどっかで書いてるんですけども、毎日が日曜日に触発されて
三谷清左衛門断筆録を書いたって言ってるんですよ。だから青春は結構単純に書けるって、まあそんなこと言うとあれだけどもと、あの晩年というのはやっぱり苦いものを噛み殺しながらっていうことでしょ。なるほど。だからものすごくまた反発食うけども、やっぱり単純なんですね司馬さんの作品って。送られますよ。そうそう。でもそれはあの相田裕二という人が、私は決してあの考え方一緒の人でもないけども、うん、アーロン収容所っていうね、兄弟の人、そうそうそう、西洋史の、あの人が、司馬さんは悪人が書けないって、斎藤道三まで善人になってるって言ってるんですよね。だから悪人が書けないっていうことは青春しか書けないっていうふうに言い切ってもいいみたいな。だから、そのまた言うと、その日本のね、愚かなるっていうか単純なる、あの自分の過ちに気づかない政治家や経営者が喜んで読むものになってると。まあ、あの本当に財界人というか経営者は司馬遼太郎好きですね。本当に司馬遼好きと、それからあのカラオケ行って谷村新司のスバル歌うやつは僕大嫌いなんですよ。スバルね、大体、あれでしょう、似てるでしょう。だからあのなんていうかな、そんなこと言うとね、またあれですけども、やっぱり統一教会に近いのか遠いのかそれはまたちょっと違うかな。違うかもしれないというわけで、あのこの本はですね、そういう意味ではあのちょっとね、あのそれこそ今いろいろとお話しくださったように、司馬遼太郎ファンにはかなり、厳しいかもしれないですけど、非常に面白いと思います。藤沢周平論としては、これは、なんていうのかな、すごくあの、ピカイチって言ってもいいほどの、本だと思います。僕も藤沢周平って本当に大好きなんですよ。まあ、あのある種の司馬不安に苦いものをね、うん、それともう一つが、その西郷隆盛伝説が入ってて、はいはい、この西郷隆盛伝説っていうのは、いわゆる明治維新の捉え方で、維新というものが農民にとっては裏切られた革命であったっていうことを西郷を通じて書いてるんですよね。だから維新って、その田中裕子さんがこの間言ってたけど、維新を、明治維新をピチッと批判しないと、あの今の維新にやられるって。そうなんですよ、僕はだから維新って言葉に、ね、すごく僕はあの拒否反応が起きるんですよ。そう維新っていうのはあれは革命ではないのだからっていうふうに思うんですね。菊は栄える、青いは枯れるだけの話なんです。侍同士の、政権交代だけの話なんじゃ、あれは。でだからあの自民党より維新がマシだっていうのは、ヤクザより半グレがいいという話なんに過ぎないというね。いやもう本当に僕はどっちも嫌ですけどどっちも嫌だという、はいはい、ということで、これは非常に、お買い求めいただくと面白いと思います、はい、でも最近あの、はい、佐藤さん本出しすぎじゃないかと思います。出しすぎだね。いや出しすぎて、やっぱりその訴えられたりするから、やっぱりこっちも蓄えをあれしないとダメです最近こういう本をまたお出しになりました。そうそう、これはあのあれですね、森伊佐夫さんとの対談ですか、はい、でなんかタイトル怖そうですね。日本の闇と怪物たち、黒幕清少フィクサーと。そう、あのやっぱり闇に触れないでね、うん、いいものを新しい世の中望むことはできない、うん、それでこの、本で、うん、いろんな人がいいって言ったら、最後に竹中平蔵を挙げてるっていう。なるほど。闇の怪物たちに竹中平蔵がまさに維新の知恵袋なんですよ。あのそんな裏でつながってるんですか。竹中、要するに堺井太一っていう人が世に出したのが橋本徹と竹中平蔵なんで、なんかこれ兄弟分で、維新、竹中は維新の候補者選定委員会委員長とかもやってたし、松井一郎、だから竹中維新なんです、維新っていうのは。じゃあもう新自由主義の料理っていう感じだ。そうそう、半グレ。なるほどね。
というわけでこの本は、これは平凡写真書ですね、はい、これもう出たんですか。出た、はい、はい、というわけで今かなり、トップを走ってるっていう。そうですか、うん、はい。じゃあ今日はこれ佐高さんに私いただいてしまいましたので、はいはいはい、帰って読ませていただきます。近々隠し味で森さんを引っ張り出して、新たに、はい、今本当にね、こういうそのなんか政界の、取材なんかでは森さんすごいですね。頑張ってくださいとか言われるんですよね。まあ、頑張ってくださいとか、いろんな人に言われて頑張ってくださいけども、ね、声だけじゃなくてね、ちゃんと本買ってくださいって、そうそう、それが私に対する応援だからって。で最後にじゃあ3つですね、並べて紹介しておきます、はい、日本の闇と怪物たち、これは平凡写真書です。それから、こちら、順報社から出た、佐高真帆と評伝戦、その第5巻。これはまあさっきからお話になっていますように司馬太郎と藤沢周平、はい、この論本当に面白いですから、はい、ぜひこれも、これは順報社から2500円です、はい、で最初に、僕と対談という形でいろいろ話していただいたのが、はい、鶴明、はい、反戦占領人鶴明の獄子と、はい、いう本で、これは集英写真書から出ています、はい、この3冊をご紹介しました、はい、というわけで、佐高さん長々と、いやいやいや、もっと喋りたいことありますか。いやいや、またぜひ読んでくださいということで今日はここでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。どうも。